第7回東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の流石知見に関する意見聴取会を開催いたします。皆様におかれましてはご多忙のところ、また少し遅めの時間にからずご出席いただきまして誠にありがとうございます。まず事務局から一点お知らせがございます。前回申し上げましたが、本意見聴取会では事前登録により自由に傍聴することが可能ということにしておりますけれども、議事進行を妨害するような行為がありました場合は、1回目は警告、2回目は退出ということになりますので、議事の円滑な進行にご協力いただければ幸いでございます。それではまず本日の資料の確認を行います。名簿の後にですね、資料を一としまして、意見聴取会の委員からのご質問について、それからあと資料の2、3、4、5までが、ちょっとタイトルが長いのでご紹介しませんが、原子力安全基盤機構JNESからのクレジットの資料です。それから資料の、6-1が、今回の、中間取りまとめの案ということでございまして、それから続いて あります資料は、今回いろいろ出しました図表関係、これをですね全部おおむね取りまとめて集約をしたもの、図表集でございます。それから資料の 6-2 が、1枚紙で、今回の中間取りまとめの案の概要という資料です。それから一番最後に参考資料として、今回奈良林先生から資料の配布の依頼がございましたので配布をして、ございます。以上、過不足とございませんでしょうか。はい、でよろしければ、早速議事に入りたいと思います。本日は議事次第にありますように、前回までにいただいておりました指示の指摘事項がございまして、本日まとめてご回答するということと、それから中間取りまとめの案につきまして、ご議論いただくという予定でございます。それではまずこれまでの指摘事項等への回答としまして、資料1から5につきまして、ちょっと若干はテーマが多岐にわたりますけれども、ちょっと、お時間の関係もございますので、ちょっとまとめてご説明させていただきまして、その後、もし質疑ございましたらお願いをするということにしたいと思います。それではまず資料1につきましては、当課の今里補佐から、それから資料2から5につきましてはジェイネスから説明をお願いします。検査官の今立てでございます。よろしくお願いいたします。まず資料1に、従いまして、簡単にこれまでいただいておりましたご質問についての回答、現時点で調べがついているものを、ご説明したいというふうに思います。まず、第6回の意見聴取会資料5でですね、今現在我々として整理をしている情報ということでお示し示した項目でございます。で 9-1 ですけれども、その地震による歪みや破損が確認された機器の被害が、原子炉冷却器区にですね与えた影響の有無ということでございますが、こちらにつきましてはその、アンサーとしてですね、現時点で、津波および地震によって、破損が確認されている箇所等々ございますけれども、これまでの調査においてはその地震によるその機器の、被害がですね、原子炉冷却に必要な機能に与えた影響というのは確認をされてございません。また後ほど JNS からもですね、これに関連するような、解析の結果等もご紹介させていただくことになろうかと思います。続きまして、9-2 ですけれども、弁当の配管をですね、設計する際にどういったその安全確保審査といったものの考え方、が、採用されていたのかと、特に逆流についてですね、どういった考慮がなされていたのかということでございます。でこちらにつきましてはですね、その平成6年、に、当時の 通商産業省においてですね、アクシデントマネジメント設置に対するその審査の考え方といたしまして、専門分野の、学識経験者の方々からなりますシビアアクシデント対策の検討会というものを設置してございました。でその際にはですね、まず、PSA の結果に基づいて適切なマネジメント策が抽出されているか、次、2点目といたしまして、こういった対策の実施の、実効性および、その実施によるその、実際のその、プラスの効果、防止緩和効果が期待できるかということ、また3点目としてですね、既存施設への悪影響の有無といったことについても一応、確認をするようにということで、
整理がなされてございました。従いましてこちらの SGTS からの逆流につきましてはですね、最後の3点目、既存施設への悪影響の有無という観点からきちっと検討がなされるべきものであったというふうに考えてございますけれども、実際にはですね、評価の結果、新設する弁当配管の、格納容器隔離弁を設け格納容器隔離を行うこととしており、この設置方針は妥当というふうに当時、判断がなされてございます。こちらについてはですね、当時は、その全電源が長期にわたって喪失するといった事態が十分に考慮されておらずですね、格納容器の隔離の観点からしか評価を行っていなかったものというふうに考えられます。続きまして、設計審査時の その IC の内側隔離弁の問題ですけれども、